天下一武道会も間近に迫り、それぞれの出場予定選手たちは修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはちょっと楽しみだな。あれから僕も大きくなったし、驚くだろうな。天下一武道会で戦うのってやっぱり特別な感じがするな。お、忘れ物はなかったっけ？大丈夫だ。いたいた。ご飯遅かったじゃないか。すみません。ところですごい人ですね。ほんとね。ああ、鬱陶しい。ミスターサタンだ。ミスターサタンがついたらしいぞ。ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。全世界のサタンファンの諸君、お待たせ。すごい人気なのね。あ、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さんは。もう選手の控室に行ってるだべか。へへ、よほー。波乱の天下一武道会。魔導士バビディの暗躍。クソン、おい。結構変わっちまったかな、みんな。でも元気だったか。悟空さん、よう帰ってきたの。孫くん。悟空。悟空、お父さん。ゴテ、お父さんだぞ。わあ、そっくりだと思ったらオラの子か。なんだゴテ、おめえ恥ずかしいのけ。ゴテンか、いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。
それじゃ私たちはここまでね。みんなほどほどにね。はい、それじゃ行ってきます。なあゴテン、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね、行こう行こう。よしゴテン、あっちを見てみようぜ。も出てるし面白そう。あ、ゴテン見ろよ、いろんな屋台が出てるぜ。うん、お母さんに何か買ってもらおうか。そうだな、まずは一通り見てから決めようぜ。うん、そしや。お、あっちはなんだ。やっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよな。兄ちゃんとベジータおじさんには勝てないけどね。まあ大きくなったら勝てるさ。多分あっちを見てみようぜ。やばい、ママたちが俺たちのこと探してるみたいだ。怒ってたら屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よし、迷子になってたことにしようぜ。俺御殿を探してたことにするから。僕が迷子になるの？しょうがないだろ、年上の俺が探してた方がそれっぽいし。じゃあな御殿。あ、もうずるいよトランクスくん。よう、ゴテン、やっと会えたな。僕ちょっとトランクス君とはぐれちゃって。そんなこと言って二人でその辺の屋台とか見て歩いてたんでしょう。え、どうして分かっちゃったの？バカゴテン、言うなって。やっぱりそうだか、ゴテンちゃん、嘘はダメだべ。そうよトランクス、あんたも年上なんだからフラフラしないの。ごめんなさい。じゃそろそろ試合会場に行きましょうか。だな、これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべ。ゴテンちゃん、いいだな。うん、わかった。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、
チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すため、パンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン？なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選突破できてよかったですね。ま、楽勝だったな。ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。何者だ孫。わかる。だがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうな。あの二人以外は大したことはなさそうだが。なんだあいつら、目つき悪いな。力減りすぎてんじゃねえか。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果、Z 戦士たちはうまくばらけることができた。だが1回戦の第6試合では悟空とベジータがいきなりぶつかるという波乱の抽選結果となった。そして1回戦が始まり、第1試合はクリリンがあっさりと勝ち抜きを決めた。続いて第2試合はピッコロと謎の少年シンの対戦となった。しかし、どうしてだ。こいつとはなぜか戦いにくい。初めて会ったやつなのに。何者なのだ。一体こいつは。そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。すまない。棄権する。え？あの棄権って戦わないんですか？そうだ。そうか。彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているのかも。ではどんどん行きましょう。次は第3試合です。ビーデル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが、あんたはまさか。何でしょうか。まさか、大海王様では。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。4人の海王様の頂点に立つ大海王様、さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッと文句言ってきてやろうか。よせ。何も言うな。頼む、何も言うなよ。え？その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。
実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎、もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだビーデルさん。いやだ、絶対降参なんか。おのれ、もう許さんぞ。あのクソ野郎。おい、それまずいぞ。落ち着け、ご飯。嫌だ。お遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外。スポポビッチ選手の勝ちです。ビーデルさん。スポポビッチ、許さないぞ、貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わっ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ご飯くん。じゃ、みんな待ってるから。待ってね、ご飯くん。続いて始まった第4試合。ご飯はキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことを、それに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ご飯。ピッコロさん、なんでピッコロ、なんかあるんか。
な、何かはわからない。だが。ゴハンさんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。な、何？どういうことだ。わけのわからないやつの言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、聞いたことあるぞ。海王様から。海王神、おめえが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つあっ！すさまじいエネルギー。あいつだ。変身した。ゴハン君が、まさか、まさか。いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。はあ。来た。ふっ、なんだ貴様ら。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです。まだ何もしないで。大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ悟空。ほらついていくさ。あの海王神様が助かるって言ってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるなカカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。あったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。行くぞ。ご飯のこと任せて本当にいいんだな。大丈夫だ。孫ご飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい。やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい。地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方に
ビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん、危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん、わかった、行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に。長い間封じ込められていた魔人ブーを蘇らせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ、あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これでスッキリしたわ。頑張ってね、ご飯くん。魔導士バビディってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ご飯くん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。バビディ、どんなやつだろう。よし、急いでお父さんたちに追いつこう。よっ、やっ、お、すっごいパワーだ。いいえ。あの、何？いえ。なんと。ふふ。
はい。いいえ。はい。
Thank you.
誰か言っぞ。あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ダーブラ、バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ダーブラ、どっち、でっけえ王か。そうです。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか。そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの。よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもうお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。さーて、ダーブラ、やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔、僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。は、さてやるか。キビト、くそ、しまった。クリリン、ピッコロ、触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。行こう、お父さん。やつを倒してクリリンさんとピッコロさんを助けなきゃ。当たり前だ。ふん。やっよ。よっよっ。よし、勘を取り戻すかな。よっ。
ていたほどじゃなかったな。なんだここは。やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな。俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビリー様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまりお前たちはここでおしまいということだ。多分そんなことはねえと思う。誰からやるんだ。ここは公平にじゃんけんでいきましょう。まあいいだろ。よし行くぞ。じゃんけんポン。あいこでしょ。おちよし、まずは俺からだ。当然だ。あんなやつ一人で十分。こいつさっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が魔人ブー様の封印された玉に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。そういうことだ。おしゃべりはここまでだ。かかってこい。おっと、宇宙船を壊されちゃパラパー。何が起こったの。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした。さっさと終わらせてやる。それはこっちのセリフだ。そったれ。変気動かしやがれ。たかが10倍の重力など俺には何も感じない。飛べ！
こしやがれ。あれれれれれハズレを引いたようだな。バビディの野郎、つまらん相手をよこしやがって。お、見ろよ、額に穴が開いたぞ。エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これほどまで。なんだよ、またさっきと同じような部屋じゃねえか。もしゃしゃ、なんだかとろそうなやつだな。あれはもしかして、ヤコン。勝負を早く終わらせるために、これからお前の大好きな真っ暗闇の世界、たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グホッドイツから食ってやろうかな。オラがおめえの相手だ。まず一匹。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、いただきな。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、終わりだ。
りだ。ここだ。ここだ。終わりだ。よっ。ここだ。甘く見すぎだぞ。真っ暗になったっけ、おめえの動きぐれよく分かっさ。空気がちょっとした流れとかでさ、食ってやれ。終わりだ。
この分だと魔人ブーというやつも大したことはなさそうだな。ただものじゃないよ、あいつら。いいです、わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。そしてたちまちのうちに魔人ブーの玉をやつらのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛？私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど